東京都知事選、20日告示、7月7日投開票への立候補を表明している立憲民主党の連邦参院議員が9日、杉並区の JR 和佐ヶ谷駅前で街頭演説を行った。2日の街頭演説をめぐり、公職選挙法違反となる事前運動の可能性が指摘される中、この日は都知事選を挑戦と言い換えて聴衆に訴えた。 相手はまだ声を上げていないけれど、なぜか自民党が支援を決めている。裏金銀を生んだ自民党が支援する人に絶対負けたくない。と顔を赤くしながら吠えた。応援には、同党の辻元清美代表代行が駆けつけた。蓮舫氏とは、親友で悪友の間柄と話し、都知事選への出馬を進めたという。決断してくれた時は嬉しかった。 蓮舫さんには最後まで参院議員を全うしてもらって次のステップにチャレンジしてほしいと語った以下は視聴者からのコメントです個人の負けたくないという感情はどうでもいい党ど,どうより良くしていくのかどんな展望でどんな政策を打っていき未来はどう見ているのかそれだけでいいはず国政における野党にも言えることだが 競合相手の荒探しばかりしている人や政党に大役を任せたいと思わない人は多いはずそんな小学生でもわかることすら気づけない人に都民1400万の命運を背負えるわけがない東京の解体は日本と地方の再編成を意味します日本は東京に人物金教育を集中させすぎました東京一極集中は深刻な問題です 大失敗です。若い男女が東京に集まっても子供が生まれないからなぁ。3人に1人が関東地区に住んでいます。東京だけでなく神奈川、埼玉、千葉と合わせて1000万人は地方に移住してもらわないといけない。そのためには企業の地方移転は必須条件です。首都直下型地震が起きてから移転するのでは遅い。 甚大な被害が出る前に行動を起こさないといけない。予想では、建物被害は19万棟、死者は6100人と想定しています。また、富士山だって近い将来大噴火を起こすでしょう。そうなると復興に何年もかかります。甚大な災害が起きる前に企業と人を移転させるには、嫌われることを恐れる候補者では、絶対無理だろうね。でも霞が関が本気にならないからな。 相手はまだ声を上げていないけれどなぜか自民党が支援を決めている裏金銀を生んだ自民党が支援する人に絶対負けたくないこれが都知事を目指す目的であるとすると都民をバカにするにもほどがある東京都知事は都民に役立つ政策を実行するために全力を出すことが求められる蓮舫氏にはこの目的が全くないということである目的はただ一つ 自民党に勝利するだけである。このような人物が都知事になったのならば、東京都は路頭に迷うはずである。すでに選挙違反に触れる行為を行っている蓮舫氏や立憲であるが、それすら認めようとはしない。メディアはもっと批判すべきである。立憲は自民党のミスに対しては厳しいが、自らには甘すぎるというか、違反を認めようともしない。 立憲は政治を任せられる政党でないことが明白となったのである東京都民は正しい選択を期待する国政ならそれでいいかもしれないただあくまで元政であり党をどかいたいのかよくしたいのかを訴えないといけないのに自民に対する攻撃はどうかと思います違反行為を平気で犯してまして辞職しておらず 現在国会議員であるならば、しっかりと自らの仕事を全うすべきだし、それは都知事への選挙活動ではないはずと、思ってしまいます。立憲とか関係なくこの人間個人の問題でしょうね。自民派ではないですが好きに言わせておけばいいだろうし好きにやらせておけばいいと思う。まともにルールすら守れない人気が当選するわけはないと思うし、 負けた時にどんな言い訳するのかが楽しみです。以前の問題のようにうやむやに終わらせることがないようにしっかり追求してもらいたいです。やはりやればやるほど自滅するタイプだないかにも立憲の議員らしいというか蓮舫が出馬の時点がこの選挙どうなるのだろうかの興味のピークだったかもしれないしかし 蓋を開けてみると、まさかの国政とのごちゃ混ぜのコメント、共産党への挨拶、慈善活動を突っ込まれる始末。挙句の果てに辻元なんて来たら都民の拒否反応が増すということが分からなかったのだろうか。しかもここは東京だぞ。小池さん、何もしてないのに勝手に有利になってきてるだけじゃない